皆さんこんにちは。本日のマッチはマンチェスターユナイテッド対チェルシー、この対戦の模様をお届けしてまいります。解説北澤さん、実況はジョン・カビラでお届けしてまいります。北澤さん、よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。選手が入場してきました。マンチェスターユナイテッドがこの試合は 4-3-3 のシステムです。そうですね、両ウィングが注目になりますよね、はい、ワイドに開くことによって中央から相手ディフェンダーを引っ張り出せますし、そこにクロスを入れていくか、あるいは両ウィングはスピードがあるので、はい、やはり切れ込んでいくということも一つの狙いですよね、まあ、あとは何といってもボランチが重要になってくるんですよね。なるほど、ボランチですが役割としてはもうアンカーですね。そうですね、あとはサイドバックがどれだけ高い位置を取れるかどうかですよね、うん、まあ、高い位置を取ることによってウィングと連携する、まあ、攻撃的に人数をかけるということですよね。なるほど、まあ、そうなってくると守備が手薄になるので、うん、ボランチの選手たちがいかにカバーができるかが重要になってきますよね。なるほど、あと少しで試合が始まります。キックオフです。マンチェスターユナイテッド対チェルシー、エキシビションマッチです。さあ北澤さん、本日の注目選手を一人挙げるとすれば誰でしょう。セスクですね、はい、まあ、ポゼッションサッカーには欠かせないキープレーですからね、うん、あとは試合を決められるキラーパスは世界屈指ですよね。あ、確かに注意すべき選手ですね。さあこの試合どういった動きを見せるんでしょうか。ジルー、ゆるく狙ったボール、マティッチ、ポグバ、ヌゴロカンテからウィリアム、この柔らかいパス、ヘディング、これよく止めましたね。いや、これぞ守護神ですよね。素晴らしい反応ですね。チェルシー、決定的なチャンスを収めることができませんでした。サイドを縦に走らせます。ここは間合いを取る、こぼれてる、ポグバ、ポグバもらってからシュートまでの流れ非常に速かったですね。シュート打つまでのリズムが非常に速いですよね。あのスピードでこれだけ鋭いシュートが打てるっていうのは素晴らしいですよね。ミドルシュートに行きました、ポグバ、バレンシア、このゴールキックをカットします。カウンターを仕掛けます。ジルーから左へ、スペース出ましたね。いいとこありますよ。エメルソンへのボール、さあシュートに行けるか、どうだ、あー、カバー、ルーズボールになる、さらに来る、メルソン、さあカウンタースピードを上げたいところ、ルカク、ルカクからスペースに出る、シュート、いやー、これはわずかに右でした。チェルシー今のカウンターよくしのいだと言っていいんでしょうね。全体的にコミュニケーションが取れていないので、ああいう崩され方をするんでしょうね。それにしても今のシュートミスは助かりましたね。からルカク、さあ繋がるか、ルカク来た、先制、マンチェスターユナイテッド、マンチェスターユナイテッドここで先制。ルカク、今のはキーパー届かないコースに鮮やかに決めていきました。コースを狙って振り抜いていった感じですよね。地で打ち込んでいったシュートに見えましたね。これはー
マンチェスターユナイテッド1対0先制しています。得点直後の気の緩みっていうものがありますから、まずこのリスタート後のボール、はい、これをきっちり抑えてリズムを作っていきたいですね。そうですね。ジョーンズスルーパスを出す、自分で行く、デヘア、ジルーが強烈なシュートを放ったシーンでした。セスグからヌゴロカンテ、中で味方の選手が待っている、どうだ、ヘッド、ピンポイントで合わせてきます。乗ってきてますし、ただ守ろうっていう形ではないですよね。今なんか攻撃の人数かなりかけてますから、そうですね、バランスですよね。こぼれてルーズボール、バレンシア、ポグバ、素早いパスで攻め上がっていきます。アシュリー・ヤング、ここで中へ切り込む、チャンスを演出できるか。このファーストハーフ中盤の時間帯で1対0とリード、さらにはポゼッションでも相手シュート、ウィリアム縦組み立てる、これは繋がりません。アシュリー・ヤング、アレクシス・サンチェス、アレクシス・サンチェス、これは素晴らしい反応でした。いや、あの位置からのシュートよく止めましたよね。ファインセーブですね。好セーブを見せます。打った、惜しいシュートです。ふわっとしたボール、勝負のシュート、ダマジェロ、いやーキーパーよく止めましたね。ナイスセーブです。ハット、縦へのボール、ジルー、マンチェスターユナイテッドとしてはここに来て無理はしないでしょうね。前半もうすぐ終わりますからね。ジルー、このボールはちょっと勢いが足りませんでした。うん、積極的ですよね。相手よりもシュート少ないので、そういった意味もあるんでしょうね。いいですよね。柔らかいボール、アザール、どうだ、ここはすぐ奪い返します。チェルシースポーリングから長いボール縦へ、ふわっと裏を狙う、チャンスきた、ルカク、追加点、マンチェスターユナイテッド、素晴らしいプレーでしたよね。さあ、さらに点差が開いています。落ち着いています。素晴らしいボールコントロール、まさにゴールに置きに行くというイメージ。冷静にこういった判断ができるのは素晴らしいことだと思いますけどね。ルカク、今日2点目です。マンチェスターユナイテッド、さらに1点を追加し2対0としています。マンチェスターユナイテッドとしてはここからさらに自分たちのサッカーがしやすくなりますよね。2点リードは精神的に大きいですからね。ゲームの主導権を握る上でも状況としては非常にいいですよね。スルーパス、ヌゴロカンテ、ここで前半が終了しました。いやー、この2点目はね、このまま終わるんじゃないかなというところでのね、追加点でしたからね、はい、そうですね、このゴールは大きいですよね。ですが前半終わったところですしね、まだまだ乗ってくるでしょうから、わからないですよ。マンチェスターユナイテッドが2対0とリードして後半を迎えます。後半参りましょう。ヌゴロカンテ、サイドのスペースへ走らせる、いいボールだ、エメルソンへのボール、中央へ、まだある、あっためだ、
ピンポイントで合わせてきましたが、このヘッドは決まりませんでした。いつの間にか中に2枚3枚入ってきますからね。あんま取れませんね。チェルシー決定的なチャンスを迎えたシーンでした。アシュリー・ヤング、マティッチ、マティッチからルカク、ポグバ、ポグバからアレクシス・サンチェス、おっとルーズボール、アシュリー・ヤング、モーゼス、大きく縦へ、さあカウンターを仕掛けます。エメルソン、今狙いましたね。スルーパス越えた、ジルー、ボールの奪い合い激しいものがあります。アシュリー・ヤング削ってしまいました。レフリーの注意が入ります。この位置危険です。ここで1点返せるか。直接ポストに当たる。さあどうする、セスク、どうする、入りましたよ。マンチェスターユナイテッドがこのセカンドハーフ序盤を2点差でリードする展開になっているんですが、北澤さん、この後どうご覧になりますか。次の1点が決まればある程度安全圏ですけどもね。この時間帯で 2-0 ですと追いつかれる可能性もまだありますからね。油断しないことが一番大切ですよね。チェルシーとしては守備の裏のスペースを相手に取らせないことが最優先みたいですよね、はい、先ほどからマークの相手にあまり近づきすぎないようなポジションを取ってますからね。なるほど、これは相手に近すぎると裏に走られた時に追いつけないという認識でどうでしょう、いいんでしょうか。そうなんですよね。スピードのある選手に裏を取られると、決定的なピンチになりかねないですからね、はい、ただ気をつけなければいけないのがラインが下がりすぎてしまうと中盤とディフェンスとの間にスペースができてしまうんですよね、はい、そこを使わないように中盤の選手がカバーすることが大事になってきますよね、俯瞰して物を見るというこれまた特殊な能力問われますね。そうでしょうね。マティッチ、ルカク、この選手に対しては北澤さん、先ほどから結構厳しいマークがついていますね。そうですね、もうこれ以上点を取られないようにケアしてるんですよね。今日はシュートも結構打ってますからね。さあ選手の入れ替えが激しくなってきました。ルカク、サイドを使う。ああいい展開ですね。アブシュート、決まった、追加点、マンチェスターユナイテッド。試合が決まってしまうんでしょうか。これで3点差です。今のゴールなんですが、中盤で奪ってという攻撃ですよね。いかがでしたか。いや、チーム全体で非常にうまく攻めれましたよね。奪ってからフィニッシュまでの流れ、手本になるような見事なカウンターアタックでしたよね。ルカク、ハットトリック。さあ、マンチェスターユナイテッド、現在3対0と相手を多く突き放すリードをしています。アレクシス・サンチェス、マンチェスターユナイテッド、ここもしっかりディフェンスしました。この位置でボールを受けます。セスク対応します。ヌゴロカンテ、ヌゴロカンテから大きく縦へ、北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。マンチェスターユナイテッドとしては守りに行くのか取りに行くのか、チームとしてはっきりしておいた方がいいですよね。完全にディフェンスが一歩遅れた形になりました。しかし惜しいシーン。セスク奪います。ウィリアム通るのか、このパス、もらった、
素晴らしい反応を見せました。狙っていくのはいいことですよね。ビハインドの状況でもまずはこういう気持ちで積極性をアピールすることが大事ですよね。打っていけば何か起こるかもしれませんからね。チェルシー決定的ともいえるチャンスのシーンがありました。枚数いる、中につなぎたい。ゴール前何か起こるかもしれませんからね。マンチェスターユナイテッドとしては高さで勝負してくるんじゃないでしょうかね。ミドル打っていきました。マティッチ、いや思い切って打ってきましたよね。いい姿勢ですよね。ここは先に触ります。マンチェスターユナイテッド、ルカクからサイドのスペースへ。これは繋がりませんでした。モラタスモーリングからルカク、ペドロ、セスク抜けるか。とボールはチャンス、ポグバ、長いボール縦へ、セスクからウィリアム、スルーパスを出す。マルシャ、パスをカットしました。セスク、サイドを使います。ヌゴロカンテ、モラタからウィリアム、ウィリアムから緩いフィードボール、素晴らしいパス、決めた。チェルシー、チェルシー、このゴールであと2点です。もう今のコース打たれたらキーパーはしょうがないでしょうね。いや気持ちのいい一発でしたね。おそらく分かっていても止められなかったでしょうね今のは。さあチェルシー、ここで笛です。3-1、マンチェスターユナイテッド素晴らしい勝利です。北澤さん、今日のゲームどうでしたか。マンチェスターユナイテッドとしてはいい勝ち方をしましたよね。自分たちの持ち味を最大限に発揮して、その上で非常に魅力的なサッカーを展開していましたよね。素晴らしかったですね。そうですね、ありがとうございます。そろそろお別れの時間となります。解説は北澤剛さんでお送りいたしました。北澤さん、本日ありがとうございました。ありがとうございました。マンチェスターユナイテッドが3-1で2点差の勝利をものにしています。